やってるね。ちょっと見てみよう。チケットこの。チケットの購入を開始します。ご鑑賞される日付を確認し、作品をタッチしてください。これだ。ん？あ、変える変える。スクリーンは一番前だ。じゃあしょうがない。これ。いいえ。チケットの。オーナー。じゃあ私はオーナーなので。オーナーなのでオーナーカードを落とします。ん？何でしょう。オーナーは1000円。はい、これで次へ。ご購入内容がよろしければ、あとクレジットカード。これは、あ、ハンテッドマンション。トム・クルーズミッション、インディ・ジョーンズ。これこれから見ます。ジュース好きで、これだ。ここ、あ、リベンジャーズ見たいね。これだ、ここ。意外と小さいぞ。カバンとかね、帽子をかけておく場所がない。はい、見てきました。運命のダイヤルということで、これね、アルキメデスさんですね。古代ギリシャのアルキメデスさんが作ったものなんですね。これが、ですね、2個に分割されていて、で、オープニングは第二次世界大戦末期のポーランドで、ドイツ親衛隊が持ち帰ろうとしてたんですね。それを奪い合う。それから、20年ほど経ちまして、アポロ宇宙旅行ロケットの時代なんですね。で、そのポーランドであったですね、ナチス親衛隊、それはね、ロケット開発者、ギリシャなんですね。それがまた、アメリカ、敗戦後ね、アメリカに協力してまして、そこでまた遭遇するんですね。で、その60年代にですね、古代ギリシャの戦場、アテネの戦場で、再会します。アルキメデスの、さんのお墓から最後の遺品を見つけるということですね。で、タイムトラベルするんですけど、で、ドイツの方はその敗戦はヒトラーを食い止めないと敗戦するということで、親衛隊の方はですね、ヒトラーのためではなくて、ドイツ国のために動いてました。